2S7 ピオン 203mm 自走可能法は、ソビート連邦の世界最大の自走法。この開発計画では、原子法としての使用も意図されていた。軍名称は SO-203、NATO コードネームは M1975。ピオンとは、尺約のことである。生産工場は、レニングラードの黄色不工場。1967年12月から、 射程距離が 25km 以上の自走砲として開発が開始され、1975年に部隊配備が始まった。2S7 ピオンの搭載する 2A44 カノン砲は射程距離は通常弾使用の時最大で 37.5km、ラップ弾使用の時47.5から 55.5km で、この距離はヤホーの中では最大級である。 この長大な射程距離を活かして敵を射程外から攻撃できる上敵が攻撃に気づく前に移動の準備をすることもできる。方向初速は最大秒速960メートル、方針寿命は約450発である。車内には4発の砲弾しか搭載されていない。弾薬輸送にあたり専用に開発された球弾車はなく随行するトラックなどが輸送する。 通常の榴弾の他にもクラスター弾、タイコンクリート砲弾、化学砲弾も発射可能である。計画通り核砲弾も発射可能で原子砲の役割も果たすことができる。また、余圧式 NBC 防護装置を搭載しており、NBC 汚染環境下でも行動は可能だが、砲撃準備は外で作業しなければならないため、汚染環境下でのミサオ砲は不可能である。 専門庁が生産され、各国において現役で使用されている。車体後部車体後部に 2A44 カノン砲を外装している。この砲は不業格0から60度で、動力は水圧、旋回角は左右角15度で電動。装填補助装置を搭載している。緊急時の手動装填も可能。後部に水力駆動のブルドーザーのハイド板のような形をした。 中敷きを装備しており、これで車体を固定する。また、補助の24馬力ディーゼルエンジンが電力供給用に搭載されている。乗員は全部コンパートメントに社長、運転手など3名、エンジンルームを挟んで後部コンパートメントにミサオ砲、要員4名が登場する。前後のコンパートメント間の通信用のシステムが搭載されている。なお、 ミサオ法には7名必要なため車内に搭乗できない3名は別の車両などで随行しなければならない。全部コンパートメントのフロントガラスはシャッター型装甲で覆うことが可能。また、潜望鏡が搭載されている。暗視装置も搭載されてはいるが、ドライバー専用で砲撃の際に使用するものではない。発射の際に、砲手は砲の左側に配置する。標準には、 パノラマ式照準機を使用。直接照準用の照準機も搭載されている。発射速度は最大で1分あたり1.5発。ただし、発射には下の5つの形式がある。車両の部品の内相当数が T-80 と共通であると言われている。また、トランスミッションは T-72 と共通である。車両は s 3 0 0ト地対空ミサイルの MTT 総記者と同じであるとの情報もある。退役国。ありがとうございます。